はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、バクです。さあ今日もゆるるかやっていきましょう。いくぞー、よし。さて、前回どこまでやったんだっけ、ちょっと覚えてないな。あ、なんかあと音がね鳴らない問題あったんでしたけど解決しましたね。で、前回口笛とか何も音鳴らなかったと思うんだけど、でちゃんと音の面はね解決しておきましたね。昨日頑張ってね、あの夜中夜鍋してね、あのいろいろ機材をいじってたらね治りましたので、やったぜ、このジャンプ力である。ね、いいでしょ、聞こえるのね。で今回のイルルカなんかみんなね、あのおしゃれできるんだよね。やったー。ね、みんなのなんかイルくんね、イルくんじゃない、イルちゃん、ルカくんはね、あのいい感じに治り、なんか服装おしゃれしてますか。俺も早くおしゃれしたいですね。よし、じゃあね、どうしようかな。ねえ、どうしたらいいんだろう。何するんだっけ。なんか、あの、町の人たちからお願いを聞いてこいって言われたんだよね、確か。聞いてくるか、こんにちは。悩みをいくらでもあるぞ、タゴ族なんだ。次は水じゃ。あ、水について悩んでる。なるほどね。いいね。だいたいさ、リスナーさんと対戦しますか。いや、リスナーと対戦したらさ、俺、あの、リスナーボコボコに来たって、リスナー泣いちゃうじゃん。だからちょっと対戦はね、ちょっと今のところ考えてないですね。すいませんね、皆さん。よし。あ、こんにちは。急に悩みって言われてもなぁ。やっぱ離れて暮らしてる家族のことが心配。あ、家族が心配、わかる。ねえ、だいたら怒っちゃう。え、俺が怒っちゃう、んなことないでしょう。よし。ゲームボーイ版と企業が良かった。俺、ゲームボーイ版のやつ全然覚えてないんだけど。ねえ。前回ちょっとね、あの、お話を僕、こんがらがってたんですけど、テリーのワンダーランドが大樹の国のお話。ね。で、今回がマルタの国。で、ワルボーがいる国のお話ですね。なんかそのあたり前回こんがらがってました。申し訳ございません。ね。その、いう風に始めていきましょう。よし。ね。あら、なーに悩みないかってお姉さんの気ひひひってあげたいのかな。大人の悩みなの、マジか。なんか、ちょっと、興奮するね、こういう大人の女性って。やばい。ありがとうございます。よ、ガッキンチョ、なんだ、なんか悩みねえか、困ったことねえか、王様が活躍してくれたら嬉しい。なんか悩みらしい悩みないんだけど。どうしよう、みんな。助けてほしい。枯れ木の国ってなかった、なんかあったよね。なんか、いろんな国あったよね。マルタの国、枯れ木の国、なんかよくわかんねえ国っていう。難しい。よし。でもね、ほら、鍵集めんの。わかんない、俺、このゲームのね、真の目的さっぱり覚えてません。なんだっけ、マルタのへそだっけ、へその代わりになるものを探してこいってぐらいですよね。難しいね、自意識過剰か。どうしたの、なんだこいつ、こんにちは。ゴールド銀行です。1000ゴールド単位だよね、これって。お金ないけどいい、預けられる20ゴールド。あ、20ゴールド預けられる。なにこれ、今回のゲーム優しい。ちょっと待って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 、今回10ゴールド単位で預けられるんだ。そうなんだ。知らなかったこれ。なんかドラゴンクエストシリーズ初じゃないのこれって。違うねえ。ね、少ないで、俺金持ちだから。バッカ20ゴールド預けられた、迷惑なきゃねえだろ。やれやれ、仕事ができなくなるってもんだ。あ、仕事できるもんだ。やった、よし。さて、あとは、どうしよう。悩みみんなないんだけど。どうする、なんかない悩み。はい。楽しい砂漠の歩き方知りたいか。はい、お願いします。まず、サボテンを見つけたら、驚かす。後ろから近づいて驚かす、うわっ、見つかったら、下ボタンでしゃがんでいい。やり過ごす。なにこれ、すげえ嫌がらせじゃん。うわっ、やってみようか。やってみようか、サボテン、うわってやってみようか。やべえ、ちょっと楽しみ、これ。行きましょう。王宮の横、あと行ってみる。ねえ、20ゴールドっていくらなんでしょう。確かに気になりますね。なんかね、ゴールドサボテンっていうね、金色のサボテンがどっかでいるらしいんですけどね。やり過ごそう。バカめー、うわこれでいいの、ダメなのこれで。なんもないんだけど。うわーってするだけじゃダメなの、殴っちゃダメなの、戦っちゃダメなの。あ、触らなくていいんだ。ごめん。あ、触らなくて普通になんか後つけるだけなの、驚かせるだけでいいんだ。はい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 。了解です。
あ、すいません、なんかちょっとよくわかってませんでした。いや、スカウトしとくこいつ。いや、いいやね。あ、なんかそれやってたらたまになんか落とすんだ、あいつ。へえ、あ、逃げるときに袋を落とすことがあるって感じ。なるほどね、ありがとうございますね。そうやってなんかレアなアイテムを手に入れる感じ。モントナーやばい。なんかさ、至るところで聞いたんですけど、モントナーは弱い、モントナーは弱い、モントナーは弱いって聞いたんですけど、嘘ですよね、皆さん。モントナーは最強なんですよね。だってリスナーさん言ってましたよ。モントナーは神だって。なんか強そうなのいるんだけど。え？ちょっと倒そうぜ、これ。なんか神々しいモントナー、わかる。強そう、これ。大サソリだ。ちょっと捕まえようぜ、これ。いいね。え、クソ弱いの？いや、これ絶対強いからね。みんな、このサソリ。サソリ捕まえよう。ねえ、いいね。今、金色サボテンいた？え、ほんと？ねえ。よし。モントナーの、え、モントナーって序盤で引退するの？嘘でしょ？え、そんな弱いモンスターなの？スカウトアタック！さあ、このゲーム、モンスターはスカウトアタックで捕まえます。こんな風にね、殴って、スカウトのパーセントを貯めて、ね、お前を仲間にするさ、パーセントは、なんと 61%！ 61% だったらスカウトを見事、セイ！あれ？あれ？おかしいな。なんか俺のスカウトアタックだけバグってる気がするんだけど。砂漠だけど草が生えた。なかなか面白いこと言いますね、皆さん。ちょっと待ってよ、これほんと。なんなの、これ。スラッシュいつ引退する？え、スライムって俺好きなんだけど。灼熱吐かないの？最終的にスライムって。そんなことない？嫌われちゃったんだ、俺。おかしいな。俺なんか、あれだよ、ちゃんと、ね、嫌われるようなことしてないんだけどな。ね、礼儀正しくて、身だしなみが整っていて、なんか、いい匂いがするっていう、もう、イケメン三重視だよ。ごめん、ちょっと自分で言ってなんか、すげえ、悲しくなった。あ、いや、いた！いた！ゴールドたまたまいた！うわ！待って、ごめん。めっちゃ逃げる、あれ。あ、消えちゃった！うわあ！嘘だろ！嘘だろ！なぜだ？バカめ！あ！なんだあいつは。ダメだこれ。これ難しいぞ。難しいぞこれ。俺はただ、驚かせて、お前から金品をかすめ取りたいだけなのに。なぜだ？この世界はおかしい。わけがわからない。え、あと皆さん、配合っていつからできるんですか？皆さん。配合はストーリー進めたらでしょうか？ね、ストーリー進めた方がいい？いや、ばっか、もうちょっと、驚かせてから行こうぜ。あ、乙女心を理解しない、俺は。そうか、すまんなぁ。ねえ、皆さん、北画面のこの辺りですよ。金玉出るの。ね、金玉とか言ったらダメだぞ、みんな。はしたないわ。うえ！ほら、落とせ。なんも落とさないんだけど。え、こうやってひたすらいじめる作業するの？あっ！やった！ビッグサボテンゲットした。嬉しいね。いいね、ビッグサボテン太郎だよ。なんかいる。なんか暴れ回ってる。何してるの君たち。すげえご機嫌なんだけど、こいつ。あ、なんもない、こいつ。食べたの？
捕食シーンとかあるんですね、これ。なかなかモンスターズの世界って、弱肉強食感が激しいですね。あ、助けたらアイテムもらえたんだ、今のって。食物連鎖。なかなか深いゲームですね、これ。ねえ。そう、オサソリ、全部通すか。よいしょ。あ、ホイタ助けられるんだ、これ。はい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 。じゃあ今度からちょっと気をつけて見てあげようか。あった。あ、なになにこれ、なにマイナス5って、なにテンション下げたの、テンション上がった俺。やったぜ。特性かなこれって。はぁー。3DS 面白い。あ、おもろいよ。いい感じだよ。ねえ。イルルカは昔のやったことある人もない人も、買っといて損はないと思うよ。いやでもね、まず、友達が持ってるかどうだと思うよ。どうかだと思うよ、俺、ゲームっていうのは。ね。友達がね、持ってるゲームを一緒に買うと、楽しさ倍増だから、ね。友達と一緒にやりましょう。友達いないって人は、買いましょう。うん。大丈夫。え、俺、友達？ん？俺友達いるのかって。いや、バッカ。お前らが友達だろ？今すごいかっこいいこと言った。わかる？なんか、俺自分で言って、自分鳥肌立った今。やばい。泣いていいぞ。泣いていいぞみんな。よし。臭い。え？おかしいな。おー。さて、とりあえずもういいや。金サボテンはもう死んだんだっていうことでね。また後で見に行くってことで帰りましょう。ビッグサボテンね、手に入り方分かったんで、皆さんぜひともね、皆さんも使ってみてください。よし。さあ、おじいちゃん、こんにちは。悩みはないかと、そうじゃんな。出来の子損ないの王様が一番の悩みじゃの。王様すげえ嫌われてんだけど、なんか逆に王様かわいそうなってきた。大丈夫？ねえ、こんにちは。王様全く物好きな。ね、サーカスなんで喜んでいてもなって。サーカスで喜んでじゃダメなの？なかなか厳しいですね、王様って。よし。じゃあ、ちょっとりあえず、休みましょう。なんで服着てないの？なんだろう。この世界はね、男女みんな上半身裸で過ごさなきゃいけないんですよ。だから、女性の方もね、上半身を脱いでご視聴ください。ん？やったぜ。よし。こんにちは。信じてくれないと思うんだけど、俺砂漠を移動する湖を見たんだな。あ、せやー、信じられない。ねえ、暑さのあばに幻見たんだな。そうだよ。大丈夫？だいたい服着てないの当たり前だろ。この放送、ねえ、見るときの制服ですよ。子供も見てるんですよ。あ、すいません。すいません。ねえ、この放送見てるね、お母さん、人妻の方、申し訳ございません。反省してます。よし。行くか。さて、なんか、牢屋だけあってなんもないですね、これ。向かい側行ってみようか。よし。どうします？ちょっと反省します。下半身は、ちゃんと着ておこう。な。よし。土下座枠取らないと。あ！なんか、いじめられっ子がいる。いや、違う。いじめ合ってる。なにこれ。恐喝が？なんだ？あ、すげえ、かわいいチャンネート。なんかいる。喉がカラカラだよー！もっとたくさんお水飲ませてー！ダメよ！さっき飲んだでしょ？もうちょっと我慢しなさい。え？お水飲めないの？すー！お水飲みたいよー！よいしょ、目に見えて地下水路の水が少なくなってきてる。もしかして、オアシスから流れる水が減ってんじゃねえか？どうした？ちょっと確かに水がないってのはしんどいよな。こういう砂漠の国で。どうしても声を上げてもないよ！地下水路の水がみるみる減ってるの！あんた、後ろの兵士でしょ？地下水路行って、なんか見てきて。すげえ怖い、この女性。ちょっとそれは、あそこ魔物の住みかなっててな。王様に話しても頼りにならねえし、どうしたらいいんだ？お水が欲しいよ。そうか。そういう時困った時、俺に任せろり。な？よし、さあ、俺がこれをズバッとバリッと解決したらね、イケメンになってしまう。行くか。ちょっと王様にちょっと報告してくるわ。王様俺に任せろ。行くぞ。よし。ね、王様に、なんか街のみんなは、地下水路じゃない、水がなくてすげえ泣いてるぞって言ったら、なんか知らんけど、おお、そうか、じゃあよろしくって言われる。つらい。
頼む。な、なにこれ、これ歴代の王様、過去の王様かな。ね、父よ、あなたは砂漠の英雄アモンのように勇敢で誇り高い立派な王であった。私もいつかあなたのようになれるでしょうか。無理だね。いや、今変わろうと思った時が変われるチャンス。今からその変わるための努力するしかないんだよ。おお、戻ったか。さあ、町の人々の悩みを聞かせてくれ。すごい、顔が全く変わらない。ふむ、地下水路の水が少なくて水不足に仰いでいるというのか。よし、ならば水路を管理している者に水をもっと流すよう命令しよう。兵士にやらせは活躍が立たん。ここはわしが水が出向こうぞ。あー、王様やる気になってきた。いいじゃん、やるじゃん王様。何したの王様。あ、奥行けるの。そこが水路を向かうとこ。ここから出れば誰も気づかれま。あ、一緒に行く。知らぬ間に水かさが増せば驚きも倍増、わしの注目度も集まるという高まるというものじゃ。いや、やるって言わないと誰がやったか気づかれないんじゃねえかなっていう、そんな感じあるよね。それではわしはカルカラの村にある地下水道管理小屋まで行ってくるぞ。お主もカルカラまで来てくれんか。ええぞ。ねえ、カルカラの村ってさっきの村かな。一個前にあった村、あそこまで戻るのかな。じゃあ戻ってみましょうか。よし、さあここから俺も行ってみましょうか。ついていけんの。なんとなくモントナー捨てるべき。いや、モントナーってばっかリスナーだからな。お前らリスナー捨てるっていうのか。それを捨てるなんてとんでもない。あ、なるほど、ここに繋がってるんだね。ルーラーで飛べる？え、ほんまに？え、ルーラーってそんなスーパー便利道具やったん？嘘だろ？ルーラー使ってみましょうか。ルーラー、あ！え、すごい！え、すごい！え、ルーラー飛べるんだこれ！めちゃめちゃ便利じゃん！ありがとう、教えてくれて。ある歩いてたとこだった、これは。さあ、カルカラの村入りましょう。なんかすごい優しくなってますね。盗賊団がいる。ね、さっき、どこだったっけな、水路の。ねえ、ここでいいのかな。この家の奥にあるのかな、水路管理の小屋は。あ、いた王様。あんたも分からずやじゃな。これ以上水門開けることはできん。そんなことしたらオアシスの水がなくなってしまうんじゃ。オアシスの水などなんて山ほどあったじゃろう。なんでこんな簡単なくなるんだ。確かに。何があったの。原因は分からんが、水かさがみるみる減ってるんじゃ。え、今のままでもどれだけ持つか。え、やばいってことマジで。事態は思ったより深刻のようじゃんな。よし、わしが地下水路に潜ってこよう。いや、ちょ、待て、物がいるって。おい。いや、王様なんだかんだ言って、やっぱ勇敢ですよね。大丈夫これ。おー、大変じゃん。王様が地下水路行ってしまった。ちょ、守りに行こう、俺が。待ってろよ、王様。俺が危ないとこ助けて、金銀財宝もらうぜ。先へ進んではならぬ。引き返せ。なんで？なんだ？誰だ？誰かが俺の心に直接。ヒーあ、やばい、帰ってきた。早い。なんじゃ、お主か。妙な声色使いよって紛らわしい。心配しておってきてくれたのは嬉しいが、わしに任せておけ。なんだ？へえ、めっちゃ強そうではない。あ、ドラキーいる、かわいい。ははははは。まあどうしてもというならついてきてくれても構わんぞ。いや、じゃあいいや。後味悪いよな。よし、さあ、ね、王様の後ついていきましょうか。ねえ、へえ、いろんなモンスターいますね。ちょピー。あ、すげえ来てる。俺を踊ろう。踊ろう。やったぜ。あ、当たらない。戦えない。よし、さて、魔物が現れたドラキーとオオネズミですよね。まあ、さっくりとまず捕まえましょうかね。まずはどうしよう。
あ、ジャンプがあるだよ。ほんとだそれ。いつも使ってるのになんか感じた時忘れちゃうよ。よし、さあ全員テンション上げてドラキー捕まえましょうかね。ネズミもスカウトした方がいいんだ。ありがとうございます。どんどんやっていきましょう。よし、ドラキー弱い？そうなの？そんなことないよ、ドラキー強いよ。なんかドラキーはでかくなるからな、きっと。よし、おれーイエーイ。 30%? 72%? 100%? イエーイ、スカウト大成功。いいね、流れ来てるねこれ。さあドラキー仲間になりました。さあドラキーの名前はドラダラですね。かわいい。何でもダラダラつけたらいいと思ってるのか。はい。ちょっといいや、全部なんかここ前にいるんですけど、いいですよね皆さんこいつら。よし、ベビーパンサーパーティーだから俺。よし、あ、やったー、やったー。うえビビってやんの。うえうえ、宝箱だ。53ゴールド獲得です。うえうえ、ほら、アイデア戻せよ、ほら。うえ、やったー。あ、手に入れたと同時に戦ってしまった。よし、さあお化けキャンドルも捕まえましょうか。よし、俺の声にびっくりした、ごめんね。あ、やばい、これテンション上げた方が良かったかもしれん。あ、強そう。あ、強い、これやばいやばい。いや、でも 40% あったらスカウト成功するに決まってんだろ。スカウト見事。はい、やだ、寝ちゃった。なんで俺スカウト 100% とか 80% 以外成功しないの？もう本当に意味わかんないんだけど。いや、これどんなゲーム？これはモンスターを捕まえて、戦わせて眺めるゲームです。楽しいね。いや、嘘ですよ。ちゃんと命令もできますよ。よし、行くか。これインターネット通信もありますよ。インターネットを通じて対戦もね、できますのでね、ぜひとも皆さんはね、ご購入の上、いろんな人と対戦してみてください。よし、さあ、ネズミをちょっと甘辛クラスカスカスが、わかん、次噛んでんだけど。よし。さあ、ネズミ使いましょう。ういー。さあ、敵は踊ってますね。よし。さあ、テンション上げてからのスカウトアタックでね、捕まえておきましょう。皆さんはね、どうやって進めてますか、このゲームね。話を聞くところによると、全モンスターを捕まえてからじゃないと進まないって人もいれば、もう気に入ったモンスターだけでサクサク進める人もいたらね、配合しまくってなんかもう最強モンスター作ってるちょっとよくわかんない人がいたりね、なんかいろんな進め方してる人いますよね。で、皆さんはどんな風に進めてますかね。まあ俺は適当に進めますので。ね、スライムバーで頑張ってる。あ、いいですね。そういうコンセプトパーティーでね、頑張るっていうのも僕大好きですよ。よし、それ失敗するの？嘘やん。嘘やん。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ないってそれ。ショケさん、オッスいらっしゃい。逆に運がいい。あー、配合したいとやり、割と積むんだね。辛い。よし。どんだけ運が悪いの？いや、俺運いいはずなんだけど。俺今月ちょっと宝くじ買うのやめときます。よし。おら。やだ、相当嫌だったのかな。なんでだろうね。俺、だからまあ、さっきも言ったけど、すごい、いい匂いするし、すごい、なんか、あれだし、もう、あれだっていう、すごい、あれな要素が揃ってるのに。おかしい、この世界。よし、じゃあまた、こいつもダマくらかして捕まえましょう。よし。悔しいね。よし。さあ、もう一回ね、テンションアップして、捕まえましょう。まあ、85% ぐらいだったら、2回ぐらいやればね、捕まえること可能でしょう。よし。いや、5億円だったら全部ゲーム買うとかじゃなくて、仕事辞めるから。ただ単に仕事辞めるからだから。よし。
いや、インフル移されるからじゃない。あー、なるほどな。いやいやいや、もうインフルほぼ治ってるよ。ほぼだけどね。ようやくね、昨日まだしんどかったんだけど、今日はね、ようやくいい感じにね、体調がね、なかなか良い感じ。良い感じでございます。ちょっと嬉しい。よし。89% 余裕のスカウト、見事セイコーやったぜ。あー、よかったー。あーよかった、ほんと。長かった。つらかった。よし、大ネズミですね。こいつはパーティー入れといた方がいいかな、大ネズミ。ねえ、なかなか、もしかしたらエースかもしれない？どうしよう。どうしよう。エースの素質を秘めているのか？ねえ。いや、後ろでいいや。俺、いたずらモグラ好きだし。今俺このパーティー気に入ってるから、このパーティーでいきます。よし。OK。さて、王様が近くに確かいましたね。話しかけましょう。王様、わ、こっつ。どうしたの？うむ、どうやら水不足の原因はこのダムのようじゃ。ここでダムの水をせき止めてる。なんでそんなことしてんの？魔物使って壊す。ダムを壊すだと？ちょ、なになになに？誰だ？こいつ心に直接？待て待て待て。ダムを壊すなんて、そんなの冗談じゃないぞ。なんだ？あ、出てきた！かわいいやつ！何この、なんだよこのディズニーに出てきそうな綺麗な目してるやつは。おのれ、現れよったな、魔物め。このわしが成敗してくれる。だが、素直にダムを壊すなら、今回だけ見逃してもいいぞ。ふざけんな！このダムは俺たちの生活がかかってんだ！成敗されるのはお前たちだ！行くぞ！あ、強そう。何？うおーさ、BGM、ボス戦の BGM になりました。行きましょう。バトルスタート、B バーンね。かわいい。さあ、さっくりとやっつけましょう。まあ、よろしく。ね、ホイミ。ね、まあ、適当に見ときましょう。頼むぞ。殴れ！いいぞ。カウンター、カウンター飛ばしてくんの？やめてよ、ブーバーンじゃない。違う違う、ゲーム違う。ね、まあ、適当になったら勝てるでしょ。ね、そう、キュートじゃない。ありがとう、アメリカからコメントありがとうございます。アメリカかな？ね、よし。これでストーリー終了なの？嘘だろ？一瞬じゃビッグバン使ってるけど嘘だやん。それ強すぎるでしょ。勝てないよ。おらおら。さあ、敵の体力どんなもんだ？わかんないね。よし。ゲームボーイのは強かった。あ、ゲームボーイ版にもいたんだ。さあ、テンションがアップ。テンションまずいって、テンションアタック。いって、20も食らった。さあ、リスナーの攻撃。さあ、かなり大ダメージか？まだですね。さあ、ラウンド3。ね。まだ勝負はわからない。アクアジェットしとけって。違うでしょ。よし。こいつスカウトアタックできんの？できないじゃないの？ボスでしょ？おら！スラアタックや。ね、スラストライクとかないの？ね、スラ盛りのしすぎ？よし。痛い。やばいって。やばいって、ベビーパンサーが、やられちゃう。助けてくれ。始めたばっか、見事リスナーが決めてくれました。ありがとう！鋭い牙を手に入れた。いいよ、全員レベルアップ！やったぜ！よし、さあこれでみんなね、スキルポイント振れますね。スラホースにがっつりと振っときましょう。ね。さあスラホース振って、あ、スライム、スラッシュはデインを覚えた。ね。さあこれで、次ですね、どうしようかな。とりあえず、攻撃力アップに振って、なんか獣道のね、脱力切りってやつがすごい便利らしいので、ちょっと、獣道にもちょっと振っておきたいと思います。よし。さあ次、花だらってなんだこいつ。花川蝉ですね。花川蝉はプリンセスに振っときましょう。お姫様ですね。よし。OK。もうストーリー終わりなのこれで。嘘だろ？うへぇ！お前強いな。わかった。俺らの負けだ。でも、町の人たちに迷惑かける気なんてなかったんだ。ねえ、これなぜこんなとこにダムなど作った？もともと、オイラたちは幻の湖に住みかに静かに暮らしていたんだ。そこへ盗賊団がやってきて、あ！やっぱ元凶は盗賊団なわけだ。ねえ。で、みんなが暮らせる場所を探して、ここにやってきたってわけだね。
なるほどね。いや、盗賊団はやっぱ元凶なんだ。あいつを倒さない限り、なんだろう、水不足の問題を全て解決するわけじゃないんだ。よし、わしが速やかに奴らを捕らえると約束しよう。本当？いいの？言っちゃって。必ず捕まえてね。ね、わしは先を急ぐゆえ、ダムを一部壊させてもらうぞ。え？王様まさか？せいや！え、強い？王様強い？もしかして。少しややこしい話になったが、これで水不足は解決するはずだ。約束通り、海鳴りの金を渡すから、アシアの城まで来てくれ。王様、その体当たりしたらこいつ多分一撃だったよ。お前強いんだな。ダム後で壊しとくよ。頼むぞ。